はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ああね、新しいガチャが来たよ。新しくもないんだけどね。倒幕伝ということでね、いいじゃん。ハンニバル、サラス・バーティ、アンデルセン。まあ明日かな、明日のラグナロク用のガチャなのかな、これね。この後読みだし、明日の夜20時から来るラグナロク用のガチャだね。こうでなきゃ1日前に来てもらって翌日来る、こういう感じが一番いいよね。玉露新書もそうだね。あれ最終日に来たりするからな、恐ろしい話やで。ということで、今回狙っていくのはアンデルセン、これだけですよ。アンデルセンはかなり良き状態だった気がする。見ていきますね。うるせえな音。ラックマックスしていないと。アンデルセンはもうラックが90かな。ちょっといないか見てみるわ。90っすね。なので、これを狙っていきたいと思います。52個残しね。おけんまるでしょう。あ、でもね、ピックアップ最近信じてないからね。あの豚さんのピックアップ、あれ嘘くさいと思ってましたから。10連目いきます。全く出なかったからね、言っとくけど、とはいえだよ、今回は信用してもいいのかもしれないね。俺を信じさせてくれ、頼むぞ。はい、20連でいきましょう。倒幕伝か。倒幕伝、倒幕伝ね。なるほどね。アンデルセン、おいでませ。ハンニバルね。まあ一応ピックアップキャラなんで確かに出るということですね。はい、30連目に参りましょう。参りましょう。まばたきしませんね。アンデルセン2体、アンデルセン2体か。ここらで1体出てくれればちょっと夢はあるよね、普通に。出ちゃったな、これが下で分かってるよ。え、あお、これはいいね。マグメルじゃん、マグメル用と。これ何に使うのよくわかんねえよ。ニバラよくわかんない。あ、そうか、明日はラグナロク用か。さっき言ってたもんな。どうなの、使ったことないかもしれない。参りましょう。いいぞいいぞ、今回いいぞ。あしょう。おねしゃっせ、おねしゃっせ、アンデルセン、おねしゃっせ。あぶね、落ちるって。次に行きましょう。確定はない。まばたきもない、声もポロリもない、2回で2回もない、何もないよ。でもそんなの関係ねえ。見せてアンデルセンを。おお、メイちゃん、メイちゃん可愛いよね。メイちゃんのね、この髪が可愛いよね、普通にね。普通に可愛いの、これね。はい。でも、ラックにってことは、使えないってことですね、爆絶には。対象キャラはラック後で出るってこと、皆さん覚えてますか？忘れちゃいけないよ。ほら、出た！たっぷり出るぞ！ 2 体！アンデルセン2体！これでもう、積も！ね。あと1体やったー。そんなことある？俺今まで引いてきたガチャの中でこうやって予言してさ、2体出したことなかった気がする。 初体験、私の初めてを奪われました。混ぜていきますか。混ぜますかい。あー、たまっちゃったよ、欲しいよね。おっとと、トーナツだぜ。恋をしようもよ。カブトムシみたいだな。若干キラークイーンっぽいよね、形は。
まあいいや、トールはもう運極なんですよ。はい、今回は100連引きませんよ。当たり前だろ、だって運極になったんだもん。やばす、やばすクリニック、やばい。これありがとうちゃん、無事になりました。暗黒に満ち溢れたそれでございます。以上、ギコちゃん